はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー48の続きやっていきたいと思います。とうとうここまで来ましたね。ネミング映画いっぱいいたとこあったじゃないですか。あそこにね、エクスポーションとか売ってたんで、まあ買ってきたんですけどね。お金がまだだいぶあるけど。ここね。バブイルの塔が破壊され、ゼムスの封印が解けました。これでゼムスの元まで行けるはずです。この下にはかつて月の民を脅かした強大な力を持つ武器などもゼムスと共に封印してあります。だって、あなたたちを中心核へ通じる道に導きましょう。全部話そうか。先ほど風水屋とクルヤの息子が中に入っていきましたが、もう随分経っています。先ほどつったのに随分つったね。我々が内側からのゼムスの思念波を中和するのが精一杯です。ゼムスと我々の思念波の間はものすごいエネルギーに満ちています。ゼムスと我々の思念波の間は同じなの。月の中心核を目指すのです。まずね、ちょっとね、あなたたちを中心核へ通じる道に導きましょう。もう寺ではないからね。まあ、一回じゃね、きついですよね。月の地下渓谷。まあ、あなたから先だったらよかったね。ああ、開幕こんなんや。自爆とかってあれ、サイレンス効かないのかな。サンダーが覚えてない。キュー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 いっちゃうからかな。聞いた？あれって自爆？ああ。まあ、これ、ベヒモスか。ああ、違う。月の女神。なんでそこ狙うの？見やすくだったらどうしようもないじゃんね、あんなのが。バハブト取ったんだね、そういえばね。強えな。利用した方がいいや。
賢者の杖。下がるね。なんで？ああ、使用でレーズかかんのか。これはご利用すればいけるね。金龍がちょっと怖かったね。巻き付きの反撃が来るから。食らいすぎでしょ。あそこ幻獣会とか行って装備品買ってきた方がいいかな。リリアなんでこんな髪なんだ。わあわあわあ。ここにさ、あれ？まだ先か。あれ？宝になってる。詰まってる。あ、やっぱり。あ、白龍なんだって。それに、この刀を手にする前に行くがよい。地獄へ。宝になってた。反撃スローくんのか。あいつにもスローかければいいんだけど。効かない？あ、レビテト、やばい。ちょっと前にレビテトを使わなくちゃいけないけど、それはない。それはない。まずこれで自信は食らわないですよ。まずい。
おい、そこ回復なんだから。やべえな。おい、なんで回復しようとしてるキャラ先に行くわけ。あ、いけた。あぶね。マサム、あ、違う、村雨か。マサムね、下だね。ああ。まあ途中でエクスポーションとか買ってきた方がいいよな。あ、引かなくてよかったね。まあ回復あんだけどさ、中にさ、まあいいよ、固定17個もあるから。なくなったらまた取りに行けばいいし、レベル上がるしね。そしたらね、白龍か。今回はまあいけるとこまで行っちゃっていいのかな。宝箱何個か回収したいよね。まあ白龍はいけっかなと思ったけど、菊一文字飛び道具に弱いっていうのはあるもんね。そっか。はい、じゃあどうすかな。とりあえず回収ここもいけるね。だから回収だけ。奥の方にいたらセーブ場所もあるしね。この人4000くらいしか HP ないはずなんだけどね。8000とか倍くらいになってるもん。禁止。ケアルが1回で回復できるからね、まだいいけどね。ただ HP 少ないから、やっぱリンゴ、あ、2回かかるのか。ここバハムート連打だな。120？ それはもうゼロになったんじゃないか。一回出るか。宝取ったらね。これあったら嫌なんだよ、ね。エーテルとか売ってるけどさ、1万とかするからさ。3回使わないと120なんか回復しないでしょ。40ぐらいしか回復しないんだって。そっか、メガフリア一発は死なないのか。なんだ。よりによってあんたですか。
爆してげんのかな、サイレス。自爆って関係ないのかな、魔法じゃないよな、あれ。反撃ビームは絶対来るもんね、魔法でね。あ、ダメだね。沈黙は関係ないね。無理だって、こんなの。あー、4700まで削ってたんだ。黒装束。とりあえず月の地下渓谷入り口周辺、まあ括弧白竜とかね攻略ですね。まあ白竜は頑張ればいけんだけどね、スローとか邪魔だから。まあヘースト対策とかもあんだけど、まあまあゴリ押せばいけっかなぐらいの勢いですけど。黒装束か、力出す気、力下がるんだね。ここだって力出す気なんかしないほうがいいし、ないでしょ。できんのか。ああ、源氏の方が絶対いいね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。アイテム買ってきた方がいいかな。 X ポーションも5個使ったね。まあお金貯めて買いに行ってって繰り返せばいいんかな。結構金貯まるんでこのゲームね。はい、じゃあここ奥深くまで行かないといけませんので、まあラストダンジョンなんですけど、多分なんかありそうですよね、他にね。攻略した後どうなんだろう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。